そんな子供だまし笑っちゃうぜ。何？読めた。覚悟。体を鏡張りにして周りの風景と同化させ、あたかも体が消滅したかのごとく見せる初歩的なマジックだ。用があるなら別にいいわよ。心配すんな。今夜は俺のマジックショーでパーッと盛り上げてやっからよ。3、2、1。カイト。な、ありがとう。約束よ。ああ、で、プレゼントは何が欲しいんだ。え、そうね、怪盗キッド。え、私のためにキッドを捕まえてくるっていうのはどう。そいつは無理だな。ふんじゃった。2回飛んだ。はい、おいどいで。はい、よくできました。バカが。わー、やったね、カイト。まぐれだよ。私のチョコが欲しければ他のチョコを捨てることね。そうだそうだ、赤子様に失礼だぞ。そっか、じゃあいらねえよ。私からのチョコをいらない、そんなバカな。すごい、雪みたい。ふい。選択じゃ。船の方こそ捕らえて骨の髄まで選択してくれるわ。そう、選択するには水がいる。これよりこの空間に雨を降らせてご覧に入れましょう。あ、雨だと？消火用のスプリンクラーを作動させやがった。では私はこれで。おい待て、例の3つの品を返すんじゃなかったのか。それはこのシャワーが全て明らかにしてくれますよ。雨が泥水を洗い流してくれるように。水煙で奴の姿が。